もう決めて、いやいや、もう勝負に中田でスライディングキックだった。さあホールに入る、さあ決まるか、あ決まった、ブーが出てる。どこがダメだったんですか。コングではない、二人ともバックですよ。これは決まりました、ダメなんですね、無効なんですね。平田和樹選手はリングにメガネが落ちている状態で試合を決めに行くという普通のレスラーがするような行動はしないので無効となります。なるほど。土井選手、平田選手の職業ご存知ですか。レスラーと見せかけてダンサーなんです。試合の決着よりも勝ち負けよりもリング上で踊ることの方が大事なんです。それが平田和樹なんです。あ、土井なる気が、ならばならば土井なる気も、じゃあこれ飯塚さん、はい、なかなか貴重なものが見れるかもしれませんよ。本当に見れちゃうんですか。しかもガウンまで、ガウンの上がわからない土井なる気。土井選手もさっさと取って、はい、さっさと勝ちたいんだな。そうですね。おお似合ってる。さあ似合いますね。やっぱかっこいいですね。やっぱこの黒い肌になんか映えますね、この白いガウンが。おさあ土井なる気のダンスタイムだ。大阪総合体育館がダンスホールに変わった。さあ土井なる気は踊ることができるのか、皆さんもご注目ください。おお、デビューした時から自分がまさか東京ゴーを踊る日が来ると思ってもいなかったんですよ。あ、しかし丸子さん